フランシス・コーツによる、肖像画第14代エロル女伯爵、メアリー兵は、スコットランド貴族。第12代エロル伯爵、ジョン兵とアンドラモンドの、娘として生まれた。1717 17年10月16日に、兄弟チャールズが死去した後、1718年2月6日に、相続人であると宣言され、エロル女伯爵の爵位を継承した。 1722年8月以前にアレクサンダー・ファルコナーと結婚した。その後、夫が1000円を平に改めた。ジャコバイトとして1745年ジャコバイト放棄に関与し、他のジャコバイトとの通信にあたって、ジェイミー・フリーマンを信任して、たびたびメッセージを託したという。1747年にスコットランド世襲的司法権廃止法が成立すると、 その代償として1200ポンドを受け取った。1758年8月19日に、新、スレーンス城で死去、妹マーガレットの娘アンの息子ジェームズが借を継承した。ありがとうございます。